平成25年10月5日と6日に道の駅なみのの神楽園で第22回神楽フェスティバルが行われました。初日のこの日はあいにくの天気となりましたが、なみの小学校の子どもたちによる神楽の始まりに舞うとされる御法霊祀でフェスティバルが始まりました。駆けつけた佐藤阿蘇市長も、時間の許す限り神楽を堪能してほしいと思いますと挨拶し、今年も中江岩戸神楽保存会、横堀岩戸神楽保存会、波の小中学校の子ども神楽をはじめ、大分県や島根県からの10団体が演目を披露しました。大分県竹田市の木原神楽保存会による閉国や綱切り、島根県の小笹神楽社中による八幡など、それぞれの保存会の演目ごとに違った雰囲気が楽しめ、客席はたくさんの神楽ファンやカメラマンたちでにぎわいました。